はいどうもキリアです。今回は大決戦白黒重装甲の陰線を一部隊クリアしましたので動画に残しておこうと思います。ちょっと一部隊クリアであんまりスコア作れなかったんですけども、誰かの参考になればいいなと思いまして、動画にさせていただきます。それでは早速やっていきましょう。はい、攻略パーティーはこちらになります。基本的にはミカだけで、叩いていく感じになりますね。ルイの水着とアコヒマリでミカをバフして、工場の上でミカのコストを半分にして2連射するようなイメージになります。それでは実践編の方で解説していきましょう。はい、それでは解説していきます。まずは水着ウイのスキルを使って、その後工場のウイでミカのスキルを半分にします。皆さんもよろしければ。で、最初の爆弾はちょっとガチャになるんですが、この時点で最初の爆弾が水着のウイを狙っていたりした場合はリスタートをしましょう。そしてちょっとシビアなんですけど、後でこっちにユウカのスキルでみんなを移動させるんですが、その際に爆弾でこっち側に吹っ飛んでしまうとそれが失敗する可能性高いので、その場合もリスタート推奨になります。とりあえずは、9コスト貯まるまで待ちましょう。びっくりしました。はい、9コストになりましたらミカのスキルを白に打って、その後すぐにアコとヒマリをミカに後掛けします。ここは私が守るから。分析ここに少しやらせてもらって。そして2回目の爆弾が来ますので、それをかわす意味合いでもユウカで手前の方に移動をします。迅速に。3コストたまり次第すぐにミカを撃ちましょう。ここから先は進ませないよ。工場のウイの効果が切れてますので、またミカにかけまして、その後水着のウイの EX を撃ちます。先生の頼みでなかったら飲みますか。スキル回しとバリアのためにユウカのスキルを打つんですが、ちょっと何度かやってみたんですけど、前の方に飛んだ方が水着ユウイが巻き込まれない可能性が高かったので、一応僕は前の方に設置するようにしてます。そうしましたら、先ほどと同じようにミカ、アコ、ヒマリと打ちます。私が守るからね。この人は万全ですから。スキル回しをしたいので、工場ウイのスキルを水着のウイにかけまして、ちょっとややこしいですね。その後すぐにミカを打ちます。びっくりしました。今回だけですよ。ここは私が守るから。はい、でですね、今ウイの水着以外のキャラクターが全員移動速度減少状態になってるんですね。でこのコーヒーカップ、移動速度が減少している状態で当たると即死してしまいますので、今のところミカと工場のウイは安全の場所にいるんですけど、ユウカがこのままだと水着ウイの前に出ていって即死コースになってしまいます。なのでユウカを守るためにユウカの EX でこの辺りに打ち込みまして、このコースから外れるように動きます。その後は水着のウイを打ちましょう。迅速に。皆さんもよろしく。そしたら工場ウイのスキルをミカにかけまして、9コストを溜まったところでまたミカ、アコ、ヒマリと続きます。ここから先は進ませないよ。スキルを回したいのでウイのスキルをユウカにかけます。その後またミカを打ちましょう。今回だけですよ。ありがとう。あなたたちは通れないよ。
で、このコーヒーカップを敵にぶち当てたいので、このままだと優香が当たってしまうので、右上の方に逃げます。迅速に。ここちょっと熱いわね。助かります。びっくりします。手伝ってくれるんですか。スキル回してウイの水着のスキルを打ちましょう。皆さんもよろしければ。ウイのスキルでミカのコストを半分にして、また9コストを貯まるまで待った後にミカ、アコ、ヒマリと続きます。今回だけですよ。これはどうかな。あなたたちは通れないよ。はい、でこの後ですね、スキル回しを1個してからミカを撃つんですけど、ちょうどウイが落ちてくれたのですぐにミカのスキルが回ってきたので、そのまま撃っちゃいます。ここから先は進ませないよ。計算通り、当然の結果ね。はい、ちょっと大したスコアじゃなくて申し訳ないんですけど、インセイン一部隊クリアの動画でした。よければ参考にしていただければと思います。ということで今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。